さあまずはファイナリスト1はレッドコーナーより登場、登場はヒロケイ。さあこの男が日本一を取りに来たぞ。まずはレッドコーナーヒロケイがセット。対するはブルーコーナーはディフェンディングチャンプ、登場はコウスケ。いやまあ、この2人は本当にもう同じ2人でユニット組んで、うん、ハイフーズっていう2人でユニット組んでるぐらい仲いいし、はい、昔からいろんな大会の決勝戦準決勝でめちゃめちゃ当たりまくって、うん、まあ、戦績もそこまで大差ないかな、勝ったり負けたりしてるような2人なんで、まあ本当に全然言うことないんですけど、とにかく今回勝つと、レッドブルストリートスタイル、ストリートスタイル世界大会出れると、うん、でレッドブルストリートスタイルの世界大会は今フリースタイルフットボールで一番人生が変わるスイッチなので。なるほど。例えば自分も初回出て、うん、そうだね、出てなかったら多分ここにいないです今日、うん、僕らもそうだね、世界大会2012年世界チャンピオン、人生が全然変わった一、うん、人だし、もちろんヒロケイもコウスケもイブキもヨウもみんなそれでフリースタイルフットボールに対する熱とかいろんなものをもらってこの人生が本当一人一人変わってるんで、なんかこの3分間で人生が変わることってなかなか普通のことって普通の人は体験できないと思うんですよ。その幸せでもあり残酷な3分間をこの2人に今日は楽しんでもらえたらな。素晴らしいよ、素晴らしいスピーチだった。さあ確かにその通りでございます、はい、さあ JFFC が決める日本最強のフリースタイルフットボーラー、そしてさらに今年の11月スペインで開催されるレッドブルがオーガナイズする世界戦レッドブルストリートスタイルに日本代表世界戦に出るのはどっちなんでしょうという物語で、画面越しの皆さんいよいよ決勝でございます。どっちが最強なのか、レッドがヒロケ、ブルーがコウスケで参りましょう。ラストバトルです。それではファイナルバトルのスタート。ここ集中、生徒は DJ 行く。まずは先行レッドのヒロケイ、よっ。まずはヒロケイの1ターン目、カモン。そして青コーナー、高校に登場だ、ディフェンディングチャンプだ、コウスケ。えい、2ターン目、先行はヒロケイ、うおそれぞれラストのターンだ。まずはヒロケイ、
賞終了。さあ、ジャパンフリースタイルフットボールチャンピオンシップ2021サポーティッドバイコンプメイントーナメント決勝戦の結果をご覧いただきましょう。それではトクラお願いいたします。 DJ イクドラムロール。ジャッジ、ウィーナーはヒロケン決定。さあ、ヘッドジャッジトクラ、そしてユージにキタもお疲れ様でございました。ご苦労様でございました。4連覇を止めたはこの男でございました。ウィナーはヒロケー。さあ、まずはヒロケー、配信を見てくれたみんなにまずはチャンピオンを取った今の気持ちを教えて。配信を見てくれた人は多分フリースタイルフットボールそんなに詳しくない人が多いと思ってて、僕の予想なんですけど、多分それぞれ応援してるファンの人がここに集まってこうして見てるんじゃないかなと思うので、多分それぞれに自分の中で優勝この人でしょうって人がいると思うんですよ、見る人の好みで。その人が優勝で間違いなくて、今回大会として結果として僕は今回優勝できたんですけど、フリースタイルってそうじゃなくて、勝ったやつが偉いじゃなくて個性の出し合いなんで、個性に優劣ってないんで、もし見てる人でいや絶対こいつの方がヤバかったって思った人がいたら、直接僕らフリースタイラー結構いいやつしかいないんで、インスタでもなんでもあなたが優勝だと思いますよっていう風に送ってあげるっていうことが、僕は何回もコウスケに負けてて、僕はそういう言葉で励まされて練習できてるので、きっとそういう一言がプレイヤーを育てると思うので、ぜひぜひ何でもいいと思います。 よく頑張ったねとか、かっこよかったよとか言ってあげてください。ナイス、ヒロケ。でもう一個聞きたいの、今年の11月スペインで開催レッドブルストリートスタイル、君らの死にとってものすごく大事な世界戦、久々の日本代表で登場すんじゃんね。意気込み聞かせてくれよ。6年ぶり？そうっすね、うん、一緒にブラジル行ったもんな、6年前。 それ思い出して今、はい、それでも1回戦負けで悔しい思いしたから。そうっすね、うん、言いたいことなんか山ほどあるんですけど山ほど言っていいよ俺は陽介さんに勝ったことが1回もないんですよ。あ、そうだっけ。なんか大体レッドブルの1回戦で陽介さんに負けて、16で1試合愛媛から来てるんですけど、1回戦で負けて今日は何しに来たんだろうって帰ることが 2,3 年続いて、今年こそはって思ったら陽介さんは引退してしまって。引退はしてないけどね。またやるよ。すいませんでした、うん、でもバトル で会えることがなくなって、こうして主催の方に回ってくれてて、僕はそれがすごい悔しかったけど、で、コウスケも同じようなことを前回大会が終わった後に言ってて、あの悔しい思いをもう一回やりたくないっていうので今回挑みました、うん、とぶっちゃけ勝ったとは思ってないんですけど、結果として今回陽介さんを逃した悔しさをコウスケに対しては晴らせたので、よかったなと思ってます。あとコウスケと僕はもうちょっと昔は本当に、今は結構コウスケの方が上なんですけど、もっと本当に勝ったり負けたり繰り返してた時代があって、その頃は本当に胸を張ってライバルって言えたんですけど、ここ数年は負け続けてて、コウスケも多分一人で寂しがってるんじゃないかなっていうか、僕が勝って勝敗をしっかり繰り返すことじゃないとリスペクトが伝わらないんじゃないかなっていうので、割とこう負い目を感じた部分があったんで、今日たまたまなんですけど、とりあえずは勝てて、ちょっとコウスケに強く当たれそうで嬉しいです最後にビッグシャウトです。チャンピオンヒロケー。